どうも、っちでーす。はい、今日もですね、前回に引き続きこちら開けていきたいと思います。マインクラフトグレー。はい、今日はですね、前回パープルだったんですけど、今日はグレーの方を開けていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい、今日はこのグレーのタイプですね。何が違うんですかね、前回のパープルと。そんなに変わらないんじゃないのかなと思うんですけど、まずは見てみましょう。まあ入ってるものはいつもこんな感じですね。はい、問題はこれですね。入ってる内容ですね。毎回結構微妙な差なので、そんなにわからないんですよ、実際何が変わってるのかとかって。あこの辺はもう板もこれで出ましたよね。これあーんと何が違うんだろう。なんか一緒な気がするけど、一緒かな。この辺もだって前回と一緒ですよね。全くこのガストが火吹いてるタイプと吹いてないタイプとか、ちょっと今回に関しては同じ気がするこっちも一緒かな。多分一緒だと思うんですよね。骨馬もまたレア版でいますし。はい、というわけでですね、まあ、今回も、こちら狼狙ってやっていきたいと思います。ちなみに狼はまだ過去一度も、あ、一回だけ出たか。トロッコシリーズで一回だけ出てます。こっちのチェストシリーズでは一回も出たことないですね。はい、今日もまた狙ってやっていきたいと思います。じゃあ早速開けていきましょう。まず一つ目ですね。なんだろう、あれこんなに袋ってひょろ長かったっけ。こんなもんかはい、開けます。さあ何が出るでしょうか。一箱目はこれ。お、なんだこれ。おっ、うわ、出た。でもレアか。普通のタイプで欲しかった、狼。まあまあ、でもレアで、レアですけど出ました、狼が。骨加えてるタイプの狼ですねうわー、長かった。でもレアか。うん、なんかそこはちょっと微妙だけど、まあまあまあ、でも狙ってた狼が出ました。まあ逆にこっちはね、レアだから出づらい方なはずなんですけど、なぜか出づらい方で出ちゃいましたねまあまあ、よかったです。とりあえず出ました、狼。やった。まあでもレアじゃない方が良かったはい、とりあえず初狼です。はい、じゃあ次行きましょう。はい、2箱目ですね。開けていきます。うわー、でもまあレアでも狼初めて出たから良かったですね。今まで散々やって1回も出なかったですからね。はい、じゃあ開けていきます。さあどうでしょう、2箱目。今日調子いいかな。狼本当にもうね、何箱開けてるんだろう。もうとんでもない数開けてるんですよ。なんかまあ、視聴者さんからも、もう箱買いしちゃった方が良かったんじゃないですかって言われるぐらい買ってるんで、まあ、ようやくっていう感じではありますね。はい、じゃあ2箱目ですね。次はこれ。じゃん。おー、ガーディアンだ。ガーディアンが出ました。これもいいですね。あれ？これどっちが、どっち向きなんだ？こうか？こうか？どっちかわかんない。これはどうやら向きはこうみたいですね。なんか微妙な差ですけど、目の下からこのこれあれですよね、攻撃されるときにこうバーって出してるやつですよね。ガーディアンが出ました。これも初めてですね。結構なんか作りが細かい。ガーディアンいいですね。はい、今日は今のところまだ一つも被ってないです。じゃあ次行きましょう。はい、こちら最後ですね。3箱目開けていきましょう。いやー、今日でもいい収穫ですよ。なんか全然狼とか本当に出なかったのに出ましたし、ガーディアンもね、今まで見たことないですからね、まだ。はい、じゃあ開けます。さあ最後は何でしょうか。はい、3箱目はこちら。じゃじゃーん。
お？前回はゾンビがなんだっけ、ダメージゾンビっていうのが当たったんですけど、今回はスティーブのこれなんだろう、スティーブ with アローダメージっていうらしいですね。またダメージか。いや、刺さっちゃってますね。しかも前回のゾンビよりもダメージ受けてますね、これは。前回のゾンビどのぐらいのダメージ力だったっけかな。はい、ちょっと持ってきました。前回のゾンビは2発ですね。スティーブ3発も食らっちゃってますね。よっぽど集中攻撃されたんでしょうね。しかも集中攻撃されてるのに持ってるのは斧っていう。で、しかも革の鎧を着てるっていう。非常に無謀な状態で、多分たまたま出くわしちゃったんでしょうね。最近なんかダメージ系よく出ます。はい、というわけでですね、今回はガーディアンと、あとレアの狼と、あとダメージを受けたスティーブが当たりました。狼はですね、今までずっと狙っててなかなか出てこなかったんですけど、まあ今回レアだったんですけど、でも当てることができたので、まあ良かったです。はい、この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。あと、チーチャンネルでは Facebook、Twitter もやってます。いいね、フォローお願いします。じゃあ今日はここまで。チーでした。いやー、狼出た。やった。